皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルです。ビジネスリポートプラス、中古二輪車ビジネス情報誌というですね、はい、8月号で先にですね、株式会社カーベル代表取締役のね、はい、方のインタビューというのを見てみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、で、これまあ知らない人、まあ、多分見ないと思うんですけどね、はい、これBDS っていうオークション会場が出している、雑誌です。で、会員の人しか基本的には手に入らない、ものとなりますのでね、で一般の方はあんま見る機会はないのかなということで、ご紹介させていただいております。まあ、記事としてはでもね、いろいろと面白いのがありますからね、はい、そしてオークション結果とかね、必ずこれは6月、まあ、2ヶ月前になっちゃうんですけどね、どうしてもね、でも1ヶ月、ちょうど1ヶ月前ですか、6月のオークションになりますからね。で、8月の頭にこれが来ますから。はい。で、まあ、ピックアップ車両とかね、YZF-R7、619万円だって。はい。R7 って言っても、現行の R7 じゃなくて、4気筒の R7 ですね。はい。4気筒の 750cc のね、あったかと思いますけど、あと関西会場、九州会場ね。そして、現状ののみの市オークション、そして、お宝パーツオークションっていうのがね、開催されております。はい。で、まあ、オークションのね、こう、実績を分析とか、上半期、ちょうどまあ8月、6月までですからね、1月から6月までの上半期のどうのこうのとか、まあそういうのも載っております。まあ、うちのオークションに出すと、ね、BDS オークションに出すとね、高く売れますよ。だから出してくださいみたいな、そういうような内容だと思います。違うかな？勝手なこと言って違ったらまずいですけどね。はい。さあ、そういうことで、第10回目ですね。10回目となるメディアミーティング開催。8月のバイクの日概要などを発表みたいなね、ことがありまして、8月19日はバイクの日、ということで、まあ、イベントがね、開催されます。で、場所はですね、秋葉原だそうでございます。はい。秋葉原でね、そういうのが開催されるということでね。うん。まあ、バイクで行くとちょっと困っちゃうのかなと思った。ただ、いわゆる秋葉原っていろんな方が君お見えになります。ね。もちろん観光、外国の、ね、観光客の方ともいらっしゃるかと思いますが、まあ、日本のね、はい、老若男女でいいのかな、まあ、いろんな、ね、方がお見えになると思いますけど、まあ、そういうところでバイクがね、ほらバイクに乗ってる人しか来ないようなところでやっても結局それだけだからということで、まあ、一応ね、秋葉原でやるということらしいですけどね、はい。一応その前にちょっとミーティングということでね、あったらしいです。自公会、自動車工業会、工業なんとか会みたいな感じですか？でいいのかな？自公会二輪車委員会は6月27日、第10回自公会二輪車委員会メディアミーティングを開催と。今回はいつもの東京都港区にある日本自動車会館ではなく、台東区にあるライダーズカフェ、オルティガでの開催。今回のテーマ、あなたを虜にするバイクの魅力とはに関する意見交換や、8月19日に開催されるバイクの日の概要などが発表されたということでございます。はい。メンバーはですね、左からこう、ね、可愛らしいショートカットの女性の笑顔がね、素敵な女性の方がいらっしゃいますけど、声優のね、難波由香さんというですね、そして自公会の江波、常務理事、そして委員会の日高委員長、そしてオルティガオーナーの田中さんというようなメンバーね、ところでございます。はい。で、まあ、バイク好き以外も集まる秋葉原で今年もやりますということでね、はい、秋葉スクエア雨天決行ね、ということでございます。主なプログラムとしては、国内4メーカーの最新モデルやレースマシンなどが展示されるバイク車両展示ですね。そして警視庁クイーンスターズによる交通安全啓発ステージやゲストトークショーが行われるステージイベント。取り締まられたいなんて思う人いないですよ。嫌ですね。たとえね、嫌ですね。取り締まられるのは嫌ですね。はい。ということでございますが、まあ、いろんなことがあります。そして、メイン MC はですね、梅本まどかさん、ゲストは今回のメディアミーティングでもゲストとして参加したその難波さんですね、をはじめとする、バイク関連の著名人などとなっておりますとね。で、場所が秋葉原なんでね、バイクユーザーファンのみならず、秋葉原を訪れたバイクに興味のない人たちにもバイクをね、設計することができるんじゃないかということでございます。はい。で、バイクに乗る理由は何でもいい、重要なのはバイクのメリットに気づいてもらうことということですね。メリットね、メリット、
メディアミーティング後半はテーマであるあなたを虜にするバイクの魅力とはの意見交換、基本的なデータとして、大阪東京のモーターサイクルショー来場者アンケートの集計結果や、名古屋入ってないのまあまあいいや、あなたを虜にするバイクの魅力とはに寄せられた回答が発表されたと、回答を見てみると、かっこいい、気持ちいい、それさっさん、四季を感じる、なんか四季を感じるって、なんかね、こうね、バイクに乗るとさ、四季を感じるんだよ、ね、車じゃさ、いつもエアコン効いてるから分かんないじゃん、なんて、そんな感じですか、はい、まあいいんですけどね、の言葉が並び、ライダーにとってバイクは単なる移動の道具ではないということが伺える。何年も前から散々言われてきたことだが、物消費からこと消費、時消費への変化を改めて実感する、ね、報道関係者からの意見としては、自転車の報道関係者ね、報道関係者からの意見としてはね、報道関係者で、報道関係者の意見としては、自転車の延長、遠くに行けるツール、公共交通機関との混合で考えている、駅までバイクで行ってそこから電車とかなど、ね、報道関係者はこんなこと考えてます、ね、全然違いますね、はい、ね、はい、モーターサイクルショーとは方向の違う言葉も聞かれる、ね、当然のことながらバイクに感じる魅力は一応である必要はないと、それぞれがそれぞれの理由で乗る、それでいい、要はバイクに乗る理由を見つけられること、気づきがポイントになる、偉そうですこんなことに使うと楽しい、こんな時に使うと便利、ね、どんなことが理由でもバイク儲かるからですよ、もう投資物件です、今もなかなかね、儲かるものってないんですよ、車、バイク、この辺の、例えば GPZ950R ってのが出るとか出ないとか言ってますよね、まあ、やっぱ出るのかな、新車ですぐ手に入れた方、売ってください、持ってきてください、うちね、代行します、はい、儲かると思いますよ、あんまり時間経ってからやめてください、最初の方、一番最初がいいですね、はい、一番最初がいいと思います、はい、特にそういう話題性のあるやつはね、もう跳ね上がる可能性がありますから、期待してですね、高くなかったらなんなかったらどうすんだよって、まあ、それは運がなかったってことですね、まあ、投資っていうのはそういうことですから、損する時もあるんですよ、じゃあバイクに乗ってる人はみんな損してるのか、そういうことじゃなくて、バイクに乗ってるってことは自分で消費してるわけだから、まあ、消費するっていうかね、そこで思い出、ね、楽しみ、いろんなことを享受できてるから、最後安く売ってもいいわけですよ、うん、だけど投資として考えてる方はね、乗らないでしょ、まず新車で買ってきてもうトラックで取りに行く、ね、持って帰ってきて乗らない、ね、それで売るんだから必ず得するわけないですよ、投資だから、安く乗った人はいいんです、そこでも自分にそのね、思い出が残るから、思い出はプライスレスです、バイクに乗ってね、得られるものっていうのはプライスレスなんです、プライスレスなんです、だからプライスレスなんです、だから損してないんです、よかったな、あ、こう面白かったなっていう思い出だけが残るんだから、嫌な思い出はあるかもしれないけどね、でもそういうのがいいんです、だから投資じゃないから、普通の人は、だ投資として考えてる人は損することもある、それは当然です、儲かることもあれば損する、あ、それはそうですよ、それが投資だから、必ず儲かるなんていうのはないんです、はい、でも GPZ900 なんとか R が出るんで、それだったら多分最初は儲かるんじゃないですかっていう話をさせていただいております、絶対はありませんね、個人の あれでやってください責任を置いてやってくださいっていうことになります、はい、そして、まあ、いろんなね、3密を避けられるとか、まあ、いろんな理由があって、ちょっとね、売れた時があったんですよね。まあ、ユーザー自身が気づかなければいけないことではなくて、例えば販売店からの提案で気づくこともあるはずだと。だから販売店がいろんなものをね、アピールしていくというかね、情報を発信していくことが必要なんじゃないですか、みたいなことが、書かれて、ございます。はい。そしてですね、整備点検の入庫先、約3割が購入先以外を選択しているところでございます。はい。まあ、新車と中古車でまた変わってくるんですけど、どうしても中古車というのはですね、一物一家っていうの、一物一家っていうの書いてありますけどね、一物一家っていうのかな、一物じゃねえ一物同じ二つと同じものはないんだそうです、中古車っていうのは。確かにもしかしたらあそこもない、同じのは一つもないのかもしれないですね、みんな違うと違うはずなんですよ、多分ほら、よく指紋は同じのないとかいう話するじゃないですか。どうですかね、見比べたことないから分かんないんですけど、普通やんないからね、そういうことはしないから、まず出せないとなっちゃうしね。何の話ですか、バイクは
中古車っていうのは同じものは一切ないんです。ただね、こう書いてありますけど、新車であればどこの店で買っても物は同じって書いてありますけど、まあ微妙ですね。ね、微妙。まあ私は違うと思うようになりましたけど、昔と違ってね。昔は同じだと思ってたから。でも新車も違うんじゃないかなっていう気はしますね。気はします。だけどまあちょっと置いといてね。まあ新車はまあ大体同じでしょうとね、考えて。そうすると中古車っていうのはみんな違うと。そうするとですね、欲しい中古車があると、そうすると遠くでも買うじゃないですか。だってそれしかないから、近くで探しても、そうすると欲しい中古車じゃなくて結局そこにある中古車買うことになっちゃうから、やっぱ欲しいの。そうするとやっぱ遠方から買ってね、で買って乗るっていうね。で新車を遠方で買う人っていうのはまあいらっしゃるんですけど、安いから安売りしてるお店っていうのがあるんですよ。激安店みたいなのがね、日本中にあると思います。千葉にも、袖ヶ浦本田っていうね、すごい安いところがあるんですよ。もうめちゃくちゃ安く売ります。はい、あそこの社長はね、女性の方でね、もう年配の方なんですけど、まあ商売もうとにかく売るんだっていうね、そういう感じらしいです。はい、あとですね、都内にもありますよね、何サイクルとかね、安いですよね。うん、まあ、いろんなお店があるんですけど、そういうお店で、買ってね、だ遠方だけど買って、で送料入れても安いと。近くのお店何やってんだろうね。でも現実はね、仕入れが安いから、仕入れが安くなってるからいっぱい買うから。ほら、カーベルの3000万じゃなくて、年間3000台ぐらい買うと。ね。で、ディーラーに、いや、なんとか処分したい、なんとかちょっとしたいんだよね。ああ、買いますよ。ね。平気で、億単位のお金出して買うわけですよ。何十台ですかっていうようなことができる。ね。そうすると助かる、ディーラーもね。それまあメーカーも最終的には助かるわけ。メーカーもとにかくどんどん買ってもらえれば助かるんだから。そうすると、そういうお店っていうのは重宝するんです。いっぱい売るお店っていうのはね。近所のいろんなお店に任せたんじゃ何の話になってるんだよ、変な話になってきてるけど、まあ、いろんなあるんですけど、まあまあ、3割が購入してるお店以外で面倒を見ると、あとまあ自分でやってるという人もいるからね。はい、で入庫先選択理由と、購入先に、入庫しなかった理由、ね、整備とかね、そのことがこう書かれております。はい、まずですね、入庫先の選択理由としては、お店の人の対応が良いっていうね。いらっしゃいませお客様。ね、この暑い中、ありがとうございます。あ、涼しい中に入っていただけますか。ね、お店、あ、どうぞ店舗の入って、あ、こちらお座りください。なんか冷たいお飲み物でもまずお飲みくださいみたいなね。違う？勘違いしてるよ君。それ違うよって言われちゃうと困っちゃいますけどね。訪ねるのに便利な距離、まあ、近くってことですよね。お店の人の技術力が高い、これは難しいね。分かんないよね。何をもって技術力なのかね。ね、こうメガネレンジとかをくるくるって回しながら、パッ、クッグッってパッ。ってやるようなあれですかね。それ違う。これくる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 回して、ペッて投げて、シュルシュルシュルパチッとみたいな。違いますか。ね、技術力っていうのは分かんない、難しいですよね。はい、作業内容の説明が明確。何やったっけな。作業費用の説明が明確。うん、大体これぐらいです。1万から10万の間だと思います。言いますよ。言います。うちでも、もう知り合いのバイク屋さんとか、ただね、なんとかを直したいんですけど、直せますかみたいな話でね。いくらぐらいですかねって。結局、わかんないわけですよ。わかんない。どういう内容かもわかんないのに、ただ、調子が悪いからとか、やれなんだか直して、だいたいまあ1万から10万ぐらいあれば直るんじゃないですかみたいなことを言うって言ってましたけどね。はい。そうすると、難しいね。でも、ほら、ちゃんとどうして調べて、こうこうだって、そうするといくらってちゃんと出ると思いますけどね、普通はね。うん。以前も入庫したことがある。二元さんだね。二元さんって言わないの、それ。昔の馴染み。メンテナンスパックに加入。作業完了が早い。費用が安かった。費用が安かったって、安かったからまた行くってことかな。店舗が大通りに面していた。これ重要なんだね、大通りに面してるってことはね。はい、家族が利用していた知人友人が紹介、インターネットで評判良い、お店のウェブサイトがブログが魅力的。インターネットで評判良いっていうのはですね、インターネットは気をつけた方がいいですよ。だってほら、自分で入れてくるしわかんないですけどなんてこと言うんだよね。だからうちもなんか評判がいいんでって来ていただける方いらっしゃるんですけど、いや当てにしない方がいいですよって言っちゃいます。そういう場合はそうやって言ってきた人にはつい、いやあんまり当てにならないですよって言ってね。そうすると、え、そうなんだっていう風になるでしょ。だからその方がいいんです。あんまりこう期待されちゃうと裏切るから、うん、まず裏切るからね。はい、お店のウェブサイトがいやブログが魅力的に、これ難しいね。はい、さあ入庫しなかった理由もね見てみましょうね。はい、入庫しなかった理由はね、訪ねるのに不便な場所
いや遠いんだよ、遠いの。うん、いやー、山を越えてね、川を渡ってなんて、ジャングルの奥地なんだよなんて、そういうわけじゃないでしょ。ね、電車が走ってない、ね、車もバスもない、何もない。あ、そういうとこで取りに行くのに大変だと。預けたはいいけど、帰って歩きで帰って、また歩きで行くのかっていうことですかね。まあ難しい。費用が安くない。まあこれはね、もともとあまり馴染みがない。で、これ費用が安くないっていうのもね、これ難しいんですよ。安い、安い、高いっていうのは。対価だから。対価だから安い高いって難しいんですよ。本当に細かくちゃんとね、見てやって、あと、ね、他にもちょっといろいろね、あ、国立の塗料がいいなって塗ってくれたりとか、そうすると結局安かったんじゃないかって話にもなるんでね、必ずしも難しいんですけど、うん。ちょっとディーラーなんか持っていけないじゃん、高いの。もともとあまり馴染みがない。それを言ったらもう、どうしようもないね。お店の人の対応が良くない。どうですかね、どういうのが対応が良くないのかな。お店の人の技術力が高くない。なんで、技術力って難しいよね。本当に難しいと思いますよ。作業内容の説明が明確でない。作業費用の説明が明確でない。要は持って、入庫先選択理由と大体反対のあれなんですよ。うん。で、作業の完了が遅いね。で、お店のウェブサイトやブログが魅力的でない。これが理由になるんだね。こういうのがね。うん、インターネットで評判が良くない。まあ、それはね、あんま評判良くないと行きづらいですよね。でもね、面白いかもしれない。いろんなこと書かれてたりするでしょ？それを、本当にそうなのかなと思って言ってみると。え？そんなことないじゃん。なんだ面白くないの？ねえ。タメ口を聞いてくるとかね。本当かなと。それっぽく、別に普通だなってね。面白くないってこともあるんですよ。はい。それで、一応このね、インタビュー。ただ、インタビューね。NA さん40代でしょ？ EA さん40代。TN さん50代。HS さん50代。NA さん40代。なんとかさん40代。これ40代って50代しかいないんだけど。いいんですかこれで。ねえ。まあいいと思います。はい。まあそれはね、まあそんな感じでね。はい、で、まあ BDS オークションの強みの徹底解説なんつってね、自分の宣伝ですよ。雑誌、記事書くとこないの？書くことないのかな？なんてこと言ってんだろうね。宣伝ですよ、ね。うちはちゃんとやってますよ。うちはメリット大きいですよ。こうですよ。だから出した方がいいですっていう感じですかね。安心して出してくださいってことかな。出品してくださいってことですね。はい。で、BDS リポート。新機能、チャットメッセージだって、そんなのがあるんですね。はい。でも、うちはなんかね、まあいいや。やめよう。やめときましょう。はい。ショップ経営者が語る私の経験談、成功のためのケーススタディっていうね、こういうのがあるんですけど、ケース95、秋田県のバイクショップの例でございます。はい。ヘルメット買っちゃいました？あのサイト調べたら偽物ですよ。え、本当ですか？今日買うつもりだったんですよ。危なかった。ありがとうございます。みたいな。はい。ちょっと待て。その通販サイト、大丈夫？うちで新車を購入してくれた50代のお客さんなんですけど、それをきっかけにオイル交換やメンテナーでうちを利用してもらってんですよ。少し前から、新しいヘルメットが欲しいけど、最近のヘルメットは高いよねと購入を決めかねているようだったんですけど、ある日来店し、格安の通販サイトを見つけたと笑顔でね、言うんでね、価格を聞いたら、って金額だから、ちょっと、ねえ。これはお客さんとのトラブルではなく、お客さんが巻き込まれそうになったトラブルをギリギリで回避したという話です。その方が欲しがっていたのは一流メーカーのヘルメットで、商品が掲載されていたのはライダーには名の知れた通販サイト。名の知れたってことはやっぱり、みたいな感じですか？入ってないですか？わかんないね。うん。はい。掲載内容を確認したところ、プライスは実勢価格の半値以下、ね、なんでこんなに安いんだろうと思い、そのサイトを引き続きチェックし、中にあった動画を確認したところ、ヘルメットをかぶりバイクで横行するシーンが出てきました。横行でいいのかな、ね、でも標識は日本語ではない。日本国内での撮影ではなかったのです。これを見た瞬間、完全に怪しいと思い、その通販サイトに直接電話をして確認したところ、当社の模倣サイトですとの回答。本当の通販サイト、じゃあ、ね、うん。そのサイトにかけたわけじゃないのね。そのサイトって電話番号あって、そこにかけたらね、どうなっちゃうんですかね。うん。すぐ、そのお客さんに連絡したところ、今晩、帰宅してから買おうと思っているとのこと。
買うのをやめるよう伝え、事なきを得ました。そのお客さんがバイクに乗り始めた頃は、有名メーカーのヘルメットを2万円台で買いましたが、今は5万円以上も当たり前。少しでも安いところで買いたいという気持ちは理解できますが、そこにつけ込む詐欺サイトが増えています。少しでもおかしいと感じたら、積極的にお声掛けしていきたいと思います。これね、バイク品だけじゃないんですよ。ブランド品ね、バッグとか、時計とか、ブランド品がアウトレットセールって言って半額とかね。で、サイトで、いかにもなんか、そういうサイト、本物っぽいやつで売ってたりするんですよね。そう。で、本来そういうのないはずなんですよ。ね。そう。そんなアウトレットにそんないっぱいあんの？そんなにアウトレットになっちゃうの？みんなアウトレットなの？みたいな。ね。は？なんとかダビッドソンのバイクじゃないんだよ。なんてこと言っちゃった。大変ですよ。そういうのがアウトレットに流れていくんじゃないの？っていう、ね、違うんですよ。うん。アウトレットはね、そんなにないんですよ。特に有名ショップ、有名ブランドはアウトレットショップにも出てないもん。だって、なんとかビトンのやつ、ああいうアウトレットなんとかで見たことないもん。ないのかなと思って。ね、半値とかで売ってないのかな。例えばちょっと傷がついてるとかね。でもそういうブランドに傷がつくから、いや、売らないんですよね。そういう、高級ブランドってそういうの売らないんですよね。うん。だから、こうちょっと問題があるから安く売ってますみたいなのやらないんですよ。高級ブランドって。うん。そこだよね。だからそこだから高級ブランドなんですよね。うん。完璧なものしか売らないっていうね。だから、そんな安くね、ないんですよ。多分ですよ。勝手なこと言ってるから、ね。はい。人気根源。何ですか、人気根源。ヤマハモーターサイクルをデザインする GK ダイナミックスの現在、過去、未来とは、ね。現在、過去、未来ってやつですね。はい。ということで、続きでいいですかね。3回に分けたら怒られるよね。見るとどんどん減っちゃうもんね。うん、それだってこれ、ね。いやー、おもろくないよって。なんだか、親父が喋ってるだけで、なんで本読んでんだ、この野郎って言われたらアウトですから、もうそろそろやめたいと思います。ということで、人気根源、ヤマハモーターサイクルをデザインする GK ダイナミックスの現在、過去、未来とは、あと残り中古車のなんとかのツボは、次回とさせていただきます。ありがとうございました。